これがピーなの。ピー山ね。こんにちは。はい。あ。おじさんですよね。いつも拝見してます。あ、そうなんですか。たまたま偶然今いらっしゃったのかと思って。最近小鹿野が多かったですね。小鹿野ですか。はい。あずま屋さんとか。はい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 。通信料から上がったんですけど、はあ、結構怖かった。登った時上がります。あ、僕ないんですよ、あずま屋さん。行ってみてください。はい、行ってみます。あ、そうですか。初めて。あ、初めて来られたんですか。両髪見るにはいいですね。はい。止まっても双子山かも。多分双子山来た時の間に見えてるのは あそこにあるじゃないですか。あっちじゃないですかね。薬師堂の方から来たんですか。そうです、薬師堂。ぐるっと道の駅から。そうです。祠見て奥社がありましたよね。あれまっすぐ行けば。奥社。僕今土あの新道から上がってきたんで。険しいところだ。そうですね。若い時は結構登ったんだけど。YouTube に山の動画を上げて。あ、そうなんですか。はい。俺もよく見ますよ。あ、そうですか。プン山。プン山っての。はい。いや、ちょっとわかんないんで。はい。ワッペンなんで、これ軽いんで、もしあるならこれ。あ、そうですか。はい。まだ。ああ、これがピーなんだ。はい。プン山ね。この声でヒントがあるのが薄いかなんか。そうですね、そんぐらいですね、週1ぐらい。去年は北アルプス。北方から天狗の頃まで行ってもらえる。天狗の頃まで行けば、天狗の
コールだとあれじゃないですか、もう馬乗せ越えてジャンダルム越えてるじゃないですか、うん、だからもう山は越してるって感じでね、テントを持ってったんですよ、はあ、もう重さがさ耐えきれずに、で、崖沢の方に降りて、崖沢に下るのもそこそこきついんですよね、あ、そうですね、うん、勝負咲いてなかったですか、うん、あ、咲いてないですね、あ、じゃあお気をつけて、うん。